フェリオス。暗黒神デュポンがよみがえり、太陽神アポロンの双子の妹アルテミスがさらわれてしまった。アルテミスを救い、デュポンを倒すためアポロンは天魔ペガサスを借り戦いに臨むのだった。ナムコ初のメガドライブ用ソフトは業務用から移植のフェリオス。これは神話の世界で繰り広げられるシューティングゲーム。アイテムのパワーと一撃必殺のため打ちで群がる敵を撃ち落とせ。このゲームではステージのことをチャプターと呼び、各チャプターの最後にはボスキャラとの一騎打ちが待っている。そして見事ボスを倒せば、囚われのアルテミスの姿を垣間見ることができる。さあ、それではもっと先のチャプターを見てみよう。チャプター2は横スクロールする洞窟が舞台。アクロスが効果的だ。チャプター3は途中から高速スクロールする。騎士が強敵だ。油断するな。チャプター4は炎の世界。敵の攻撃も相当しつこい。そして打って変わって寒そうな氷の世界がチャプター5。ゴロゴロ転がってくる鉄球が大迫力。流れる水が美しいチャプター6。大きい岩を投げてくる変なキャラがいる。最終面のチャプター7では、光の剣フェリオスを手に入れて、いよいよデュポンとの戦いに挑む。さあ、アルテミスを救い出すことができるか。7月20日、ナムコより発売予定。